岡崎かき氷街道始まり始まり。じゃあまず岡崎かき氷街道泉さんに来ました。ここはね、僕とモモがね食べたいのがあるんで買ってきます。僕これかき氷オレンジ。そうか、黄色っぽいね。そうちょっとね、そう自分のカラーね。そう自分のカラーのやつ食べたいなと。ブルーベリー。紫だよね。そうそう、このフルーツがいっぱい入ってるやつがね、ちょっと食べたいなと。え、美味しそう。まずは僕たちはこれを買ってきます。え、桃ある。桃ある。ごめんなさい、ただ今注文をいただいてから45分ぐらいの状況になりますけど。あ、とりあえずじゃあ、かき氷オレンジ。オレンジ、はい。練乳トッピングで、はい。桃で。桃、はい。桃、うん、思いました。いいえ。続きまして、来ましたよ。ここ誰ですか？ここは俺。京さんがおたれになりたいやつがある。食べたいな。このヤー。何だ？これだ。限定商品のヨーグルトとかあるの？ポテイ。このヨーグルトやばいな。食べる。いちごミルクで、はい、僕はわさびヨーグルトで。大丈夫シンプルやん。シンプルやん。似合わんのよ。筋肉しちゃったら髪型。筋肉しちゃったら髪型。筋肉ちょっと相川翔に見え。髪型とかちょっと見えるね。壊れる。真ん中。重量級が。ハハ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 ハ絶対やっちゃかんよ。危ないって。ロホさん危ないですよ。あっち。超軟水使ってる氷なんで舌触りが全然違います。あ、やっぱ違うんだ。はい、お待たせしました。いちごミルクです。ありがとうございます。重たっ。はい、でかっ。果肉がこの裏側に、うん、見える。そうですね。わさびヨーグルトもいただきます。お、大きいね。注目が崩れそう。うわ、どっか。やわらかっ。うまっ。めっちゃふわふわ。すごい。あ、めっちゃすぐ溶ける。マジっすか？口の中で。軟水って言ってました。お前何やろ。変な動物。でも岡崎かき氷のやつだったの。缶水を。缶水ってやつ。これは食べるべきなんです。撮られてる。いろんな角度から。お待たせしました。ありがとうございます。わさびヨーグルト来ました。
わさび味が変わるって味変わるって言ってましたね。最初上の方から食べてくださいって言われたんでいただきます。どう？あ、うまいっす。めスーン来てるやん。あスーン来てるやん。オッケー、もう勝ったちゃんとツンとくるわ。ちゃんとツンとくる。俺でも結構好きよ。味変わるって言ったちゃんとわさびですよ。ちゃんとわさびですよ。甘わさび。甘わさび。うん。俺これ結構好き。俺も好き。俺これ結構好きよ。あ、いいね。いい。マジめちゃくちゃいい。ましょう。はい。これもそうや。これなんです。いい。おいソース、おいしソース。すごい。そう。まあ、桃。まんま桃だよ。めっちゃ甘い。100% みかんって感じ。うわー、桃だわ。これうまいわ。まあまあ入ってない。絞りだー、やばい。だいぶずっちいわ。え、ちょっと味変わるよ。変わるぞ。うまいわ。全然違う。めちゃくちゃ変わったっすわ。めちゃくちゃ。皆さん、ぜひ来てみてくださいね。でもマジでこれうまいわ。泉さん、泉さん。スロースターター。はい、ということで岡崎かき氷街道行ってきました。イエーイ。多分ね、ちょっと時間の都合上全部は回れなかったんですけど、まあ僕たちとりあえず自分たちが食べたいものをね、とりあえずまあ、ね、回らせてもらって、やっぱ日曜日しかやってないとこが多くて結構混んだりとかするんで、ちょっと早めに行った方がいいかもしれないですね。そうそう、結構待ち時間があるんで、はい、そうそう。まあでも待った会話あるもんね。待つだけの価値はある。ありますね、これは。めっちゃうまい。もう本当に岡崎市住んでる人、村並びに岡崎市なくても、うん、よかったら岡崎かき氷街道行ってみてください。9月30日までやってます。はい。ぜひ。ぜひぜひ。ください。ということで、今日はこの動画終わります。この動画が良かったと思った人は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いします。ためなり、Twitter のアカウントのチャンネルフォロー、よろしくお願いします。お願いします。それでは、皆さん、さようなら。バイバイ。バイバーイ。かき氷。